アルベルト・キュヒラーはデンマークの画家である。デンマーク黄金時代と呼ばれる時代の画家の一人で、肖像画や庶民の日常生活を描く風俗画や歴史画を描いた。1851年からカトリック教会の修道会、フランシスコ会の修道士となった。コペンハーゲンに家具職人の息子に生まれた。父親の下で木工を学ぶが画家を志し、 1816年にデンマーク王立美術院に入学し、絵画を学んだ。この時代の多くの画家と同じように、クリストファー・エカスベアの下で学んだ。1820年代の初めに最初の賞を受け、1829年に金賞と海外で学ぶ奨学金を得た。1830年にミュンヘンで学んだ後、ローマに向かい、ローマに集まった。 デンマーク人芸術家の中に加わった。当時ローマには、彫刻家のトルバルセン、画家のコンスタンティン・ホンセイやマーティヌス・ラービュー、ビルヘルム・マーストラン、リトリウ・ブルンク、ヤーン・ソネ、建築家のミケール・ゴトリプ・ビネスブル、詩人のクリスチャン・ビンガ、ハンス・クリスチャン・アンデルセンらがいた。画家のの活動の他に、ローマのデンマークのライブラリーの司書も務めた。1840年代には、 キリスト教美術の再生を目指したナザレ派の影響で宗教画も描いた。1844年にカトリックに改修し、1851年にフランシスコ会に入会し、ピエトロの生命を得た。その後ローマにスミサンボナベントゥラ修道院やプルドニクの修道院で暮らした。芸術活動は祭壇画や古い絵画の模写をするだけになった。ローマで没した。 ありがとうございます。